こんにちは、帯川秋水です。今日はですね、10月の効果の中から漢字の随意の勉強をしたいと思います。9ページになりますね。9ページの方で今回は、毎月書体が変わるんですけども、今回は草書体ですね。一般的にカチッとした字、誰でも分かるような字が楷書体、やや少し崩した字が行書体、それをさらに崩した字が草書体と言いますけども、ひらがなの、今使っているひらがなの元になったのも草書から、来ていますね。で、サザンカ、山のお茶の花、サザンカというふうにね、でサザンカの花言葉書いてますけどもね、困難に打ち勝つという意味があるそうです。今ねコロナでいろいろ大変ですけどもね、なんとか、ね、この言葉のように打ち勝ちたいと思います。はい、それじゃあ書いてみたいと思いますけども、山が草書になるとちょっとね、真ん中から書くのではなくて左側を書いて真ん中右、それからお茶の字、お茶の字はね、草冠あって、分かりますかね、原型ね。それからお花の花ですね、花が草書になると随分と違いますね。で辞書などを見るとですね、辞書を見るとお花のところなんですけども、辞書の草書を見るとですね、今の、字の形以外にもいくつかあります。でちょっとね、書いてみたいと思いますね。たらですね、今お手本に書かれている、花の草書から書きたいと思います。まず横の線から始まり、それから、点を打って下がって一回りして上の方にぐっ、それから他にですね、代表的な草書がですね、ちょっと書いてみますよ。まずは草冠の点から書きます。さっ、よいしょ、ちょっとねじれた感じ で左側、右側、こんな感じでね、書いてもいいと思います。なんで他にもね、もっとね、こういったのもあります。すっ、すっ、うっ、どれを使っていただいてもいいかなと思いますけどもね、それからあと山の字ですね、山の字も草書体ですね。左から入るもの、それから中央から書くものもねありますけどもね、少し三角形の形っていうんですかね、普通の綺麗な三角形ですけど、それが少しね、横に、長い三角形の形を意識して書いたら草書はいいのかなと思いますけどもね。でいろいろありますけども、一応お手本のように書いてみたいと思います。はい、そうしましたらね、お手本のサザンカ、こちらのようにね、書きたいなと思います。はい、墨をつけて高いところから入筆します。上に持ち上げます。ちょっとひねります。できたら筆のバネをつけてから、さ、ここバネをつけてから、さ、でちょ、
なるべくこの流れがね、つながった方がいいですね。それから少し上に上げましょうか。かもしれませんけども、気迫を込めてで、墨をつけ直さないでください。まだ、活筆が出たらいいと思いますので、かすれた、線ですね。ですので、こちらから入ってきます。で、ゆっくり筆を折りたたんで、点も少し筆の弾力をつけてからです。それからこの、花の中心のところに名前をできれば草書体で書いていただきたいと思います。草書、書いてますけどね、草書。ということでね、墨の付け直しをしなかったんですけども、多少一度ね、墨を付け直してもいいとは思うんですけどもね、草書体はかすれた線が入った方がいいと思います。ではね、書いてみてください。どうもありがとうございました。